りちょっと今緊急映像が回してるんですけどすいません、ヒカルさんの真似をしてみたくてちょっとやってみました。ということで今日はですね、緊急で動画を回しています。っていうのもちょっと皆さんにお話ししなければいけないことっていうのがちょっとありまして、ちょっと話しづらい話なんですけど、言っていいのかな、言っていいと思う。言っちゃって、ちょっと言わせていただきます。ちょっと本当にちょっと恥ずかしいというか言いづらいこと、あのですね、私 YouTube を始めて7ヶ月経つんですけれども、ついに私ネタが切れました。いや、ネタが切れたというかネタを募集します。そう、ネタが完全になくなったというわけではないんですよ。でも多分ね、あ、ネタ切れか、早くねえかって、早い早いぞ、まだ半年だぞって思う方もいると思うんですけれども、ちょっとねこれにはちょっと理由がありまして、私ですね、女子一人じゃないですか。で、女子一人の YouTuber といえば、まあ、なんか食べながら語るよみたいな感じじゃないですか。なので私の生活がですね、TikTok を撮る、そして YouTube を撮る、そして YouTube の編集をする、そして学校に行く、まあ、この4個なんですね。基本的にこの4個の生活で私の生活が成り立っているんですよ。で、その中でたまに女子と遊びに行く、そしてアニメを見る、この6つで出来上がってるんです私の人生が。そうすると話すことがないよって。なんか普通はさ、なんか最近あったドキドキの話みたいな、恋愛話、エッチエッチ話とかするじゃないですか。なんもないんです。びっくりびっくりびっくり。でも面白い話ができる自信がないぞということで、本当にママの人生って何が楽しくて生きてんのってお兄ちゃんにすごい心配されるんですよね。で、私の生きがいはこうやって動画を皆さんにお届けすることなんですよ。もうザ・クリエイター魂っていう感じなので、皆さんにね面白い動画を届けたいんですけど、でもなんかもう毎週金曜日8時に上がるよねみたいな、なんかルーティンが出来上がっちゃってるんですけど、私ねこだわりが本当に強いんですよ。なので上げる動画に関しては10分の動画だとしても少なくて3日はちょっと編集に時間が必要なんですよ。って考えたら週1投稿するとしたら、週にちょっと予定が埋まっちゃってると私の満足いく動画上げられないんですよ。そうそうなると、ちょっと今週出したい動画があったんですけど編集が間に合わなくて、ドタバタコメディって感じで。そう、私の今日満足いく動画が今週は上げられないということで、ちょっとねこれからもし忙しくなった場合は週1で投稿ができないかもしれないんですけど、基本的には週1で投稿します。で、上がるかな、あ、今週上がんないんだくらいの気持ちで見ていただけたら嬉しいなとは思っております。でもね、実は私本当にあと1万人で私の夢のね銀の矛、あ銀の盾がもらえるんですよ。もうこれを目標に YouTube を始めたと言っても過言ではないぐらい、本当100万人なんですけど。最終はね、本当はもうマジで今週も頑張りたかったんですけど、絶対に皆さんには楽しんでもらいたいんですよ私の動画で。なので自分の満足いく動画が上げられないと自分的になんか納得がいかなくて、なので私は10万人行きたいんですけど、自分一人の力で行きたいわけじゃなくて、皆さんと10万人を目指したいという、もう選挙みたいな、みんなと10万人を目指しますみたいな、日本を変えるっていう気持ちで行きたいので、ぜひ皆さんこの動画のコメント欄にどうかどうか協力してください。皆様の大切な一票をこのコメント欄にどうかお願いいたします。本当に土下座土下座、本当にお願いいたします。 YouTube はよくサムネとタイトルで釣りすぎってよく言われるので、今回そういうようなね内容になってしまって本当に申し訳ないんです。今後ねこういうような釣るような動画はそんなに避けたいなとは思います。避けたいなと思います。もう見るからに、あ、楽しそう、見たいって思う動画を出したいなと思うので、皆さんこれでチャンネル登録を外すような行動は控えてください。じゃあ話が面白くないと言ったじゃないですかさっき。ちょっと
試しに最近あった面白い話っていうのをちょっとやってみようかなって思うので、これが面白いなと思ったらちょっと可愛いご飯食べて喋るとかもありかなって思うので、ちょっと皆さん評価してください。ではいきます。最近あった面白い話。ハードル上がるよね。実は私ですね、幼少期からこの部分にね、大きいほくろがあるんですよ。で、しかもなんか肌に浸透してるほくろじゃなくて、だから立体的なほくろなんですよ。で、私それがすごいコンプレックスで、なんかもうみんなと温泉入るのとかも控えてたのね。で、すごい恥ずかしいなと思ったんだけど、最近どん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 なんか 3D 化が始まってて、なんかどんどん立体的になってくるのね。で、脱毛に通ってるんですけど、私全身脱毛なので、脱毛ってほくろは照射できないんですよ。なのでほくろの部分はテープを貼るのね。テープを貼るから、私のそのほくろの部分にテープを貼ったわけで、私テープ貼られた時点でなんか嫌な予感がするぞって思ったわけよ。照射が終わるじゃないですか。で、照射が終わった部分からテープを剥がしていくんですけど、この部分をねビリッと剥がした瞬間、いってーと思って激痛が走ったわけ。まあその時はさ、まあさすがになんか店員さんやってくれてるのにさ、なんか痛いですとかも言えないじゃん、申し訳ないし、自分のほくろなんて自分の責任じゃないですか。だから言えなくて、で終わった後になんか痛いなと思って見てみたの。そしたらさ、ほくろがね半分剥がれ散らかしてて、でしかも血が出てたの。気まずくない？絶対そのさ店員さんもさ、どうしよう、ほくろ半分剥がしてしまったって絶対気まずいじゃん。でもなんか、ほくろ剥がしてしまいましたとも言えないじゃん。でも気まずい空間が流れましたっていう面白い話でした。イエイ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 チケチケ。どうでしたか、私の面白かった話は。この本当に日常生活が何もないからさ、脱毛ぐらいの話しかないね。今回はこんな動画になってしまいましたが、次回からは皆さんが心から笑って、なんだこの女って思えるような動画を撮っていくと思うので、これからもよろしくお願いします。それではこの動画が面白かったよ、まなちゃんネタ俺考えちゃっていいの？ええー、ねえ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。本当に申し訳ございません。1000円ちょうだい。